日もよろしくお願いいたします。すみません、ギリギリになりました。すみません、あの次のミーティング入ってて、なんか入ってたのかなとか、そういうの感じました。どうも、しゅんです。こんにちは。今日はセレブ X さんという営業支援の会社にお邪魔しています。ということでですね、今回の企画は営業女子1日密着ということで、1日密着していこうと思います。おはようございます。本日はよろしくお願いします。はい、密着をさせていただきます、はい。今から何されるんですか？今から30分から朝会が始まるので、それまでにちょっとお客さんとのメールの対応をパッと終わらせます。朝会って何されるんですか？はい、それこそ営業なので、毎日の目標数字があって、今日の目標何々ですって伝える感じ、とやっぱりなんか顔を合わせるのが一番大きな意味合いだと思います。何人ぐらいのチームなんですか？今はチーフ合わせて5人のチームです。で、進捗とかを確認して。そうです、そうです。あ、承知しました、ありがとうございます。あーですね、ちなみに、あ、ありがとうございます。まあそのオンボーディングでサポートするのって、あ、わかりました。で、はい、本日の目標はちょっといろいろ作業系があるので、あまりお客さんとの対応とかはできないんですが、よろしくお願いします。失礼します。なのでここの担当者レクチャーのところで問題なさそうであれば、8月のもうトライアル終了のタイミングでご紹介いただきます。お疲れ様です。終わりました。すいません。すいません。お疲れ様です。11時からってどんな予定でしたか？あ、11時からは、ちょっとランチに行きます。あ、で、ついててもいいですか？あ、もちろんです。ありがとうございます。これを一旦片付けます。押します、とりあえず。あ、そうしましょう。押したら決まりますね。西野サーモンのサバセット。西野サーモンどうぞ。はい、ありがとうございます。美味しそう。美味しそうです。はい、いただきます。していいですか？あ、どうぞ。はい、いただきます。でも土井さん意外とテンションの上げ下げ少ないですよね。そうですね、あんまり下がらないです。めちゃくちゃ嬉しいみたいな時もあるんですか？毎月目標達成した時です。おー、素晴らしい。100点の答え書いてる。
あとはそれこそランニングした後アイスコーヒー飲むときはもう世界で一番幸せ。へえ、めっちゃいいね。染みるみたいな感じですよね。本当に染みます。めっちゃ汗かいた後にアイスコーヒーをガッと飲むのが最高で。へえ。いや、わかる。もうご飯食べながらランチングして。わかる。あ、お世話になります。小鳥と申します。お世話になります。すみません。申し訳ございません。今お声届いておりますか？あ、すみません。ありがとうございます。そうですよね。失礼しました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日なんですけれども、管理部長の様いらっしゃったりされますでしょうか。はい、承知しました。ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。はい。なんぼ、かしこまりました。はい。あ、とんでもございません。また何か機会ございましたらどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。失礼いたします。お疲れ様です。全く接点のない方にお電話かけるのって、なんか断られたらどうしようとか緊張しそうなんですけど、そんなことないですか？断られるのが基本なので、それの心の準備はしてます。すごい。もともとハートは強い方ですか？ハートは割と多分弱くはない。すごい。ただ新卒で入って研修期間中に実際のもうお客さんとこういうのするんで。やるんですね。プロジェクトを経験するんですよ。研修っても入って数ヶ月とか。1ヶ月はまだだと思って、はい、2ヶ月目からはもう実際にお客さんにお電話とかしたり。すごい。じゃあもう2年目に入るともう任せろって感じなんですね。そうです。へえ。この後の予定は？この後はお客さんとの打ち合わせとかがあるぐらいですかね。今日はじゃあいつもよりゆったりな午後ですか？はい、そうです。案件数で言うと少ないです。お疲れ様です。ありがとうございます。上さんってなんでシルブリックスに入られたんですか？あ、もともと営業がしたかったのに一番あって、その中でも法人営業がしたかったなっていうのと、まあ、当時説明会とかで営業のプランのようなセレブリックスさんにこうプレゼンを聞いて、そういったところに入って入社しました。なんか同じ営業の部類で迷ったところとかってありますか？本当にいろんな業界とかの営業職とかを見てたので、やっぱりどの業界も魅力的なところが、ね、たくさんあって、ずっと迷ったりはしてました。プロジェクトが変わるといろんな商材を使えるってところで、そこにグッと惹かれた感じで。実際、いや正直話したくないけど、ずっこけたなっていうエピソードとか。ずっこけたっていうか、ずっこけ続けてた時期はあって、はい、まあ、営業なので目標の数字とかがあるんですけど、1ヶ月連続で達成しなかったりとか、その時って同期と一緒のプロジェクトで、その時は毎月表彰されて、はい、みたいな。自分は表彰もされないし、達成もしてないしみたいな時期はあって、今振り返ってみると、その時結構ずっこけてたなと思います。一個の大きな失敗っていうよりかは、目標がなかなか達成できない、ね、ちょっとスランプだったのかなっていうのはあります。その時期でも頑張れたのってどうしてですか？成果は出てなかったんですけど、例えば定量で成果出てなくても定性面でちゃんと評価してくださる上司がいたり、比べなくていいんだよっていうのがいたり、そこはなんか人とか環境に助けられてた気がします。関わる人って大きいですね。結構大きいなと思います。じゃあ土井さんが、はい、一緒に働き、ちょっと待ってもらっていいですか？はい、すいません、ちょっと上司から。あ、
対応してもいいですか。はい、すいません申し訳ないです。大丈夫です。失礼します。どういったご関係ですか。あ、同期です。あ、同期なんですね。あ、はじめまして。よろしくお願いします。今休憩中とかってよく話されてるんですか。あ、それこそ出社のタイミングかかぶったら。あ、でも仕事ぶりとかは見ることとかありますか、土井さんの。そうですね、ご相談というか電話でお互い仕事の近況報告みたいな。へー、結構ちょくちょく、うん、ちょうど昨日も、達成したよっていう、おー、あ、言ってましたね、はい、受けて相談しつつも前向きにこう、うん、こういう風に頑張っていきたいねみたいな話を。へー、そうなんですね。なんかプロジェクトか全然別々でもそうやって交流したりお互いに近況報告したりっていうのあるんですね。付き合いでいうと1年そうですよね、と思うんですけど、うん、全然もう昔からの友達みたいな。へー、確かになんかさっきポイントメントの電話とかインタビューとかやってらっしゃった時の土井さんと全然違います今なんか親近感がというか、やっぱ同期の存在って大きいですね、そう考えると。昨日の朝ごはんと昼ごはんは何も食べてないですか。あ、朝はいつも食べなくて、うん、コーヒーしか飲まないです。昼はそれこそあれですよ、大好きなくるみパンを買いに行きました。あ、くるみパン栄養とってます全然大丈夫ですか。大丈夫です。すみません、あの次のミーティング入ってて、はい、ちょっといいですか、今から行ってきて。あ、オッケーです。いえいえ。いたします。すみません、ギリギリになりました。どうぞお願いいたします。そうですよね。あ、わかりました。なんかどっちでも良さそうとかであれば、おそらく見ていただいてもいいのかなと思うので、一旦この時点では電車のやり方で説明させていただければと思います。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。最近どう。最近は結構パツパツです。パツパツそうです。頭がパツパツ なんでしょう。なんか量とかは大丈夫なんですけど、うん、なんかいろんなやることが多すぎて、うんうん、鮮度とかつけれなくなったりとか、うんうん、毎日バーってなってます。毎日バーってなってます。量じゃなくて新しいことがこう入ってきたりして大変なの。そうですそうです。うーん、今だとあのキタチ君がやってるカスタマーサクセスのとこ、そのあたりとか、うん、でもこの前あの話してから8月にもう入っちゃうけど、うんはい、実際もどう今わーってなりながらどうにかやれてはいるので、うん、ちなみにお二人のご関係はどういった関係なんですか。上司になります。上長。じゃあ直属の上司といいますかから見て土井さんってどういった方ですか。すごいエネルギッシュですね、はい、もうとにかく何でもやってみようっていう。へえ。こう小動物みたいな時もあればなんかもう肉食獣みたいな時もある、はい、すごいいつもパワー放ってる人ですね。へえ。ここ直してほしいなとかってありますか。これあんまり人を頼らないタイプだと思うんで、はい、人をうまく頼っていくみたいなところがあるといいかなと思います。ルーさん最近どうですか。あ、いいな。いや、めちゃくちゃ気になってて、元気です。あ、ね、それは仕事もプライベートもいい感じ。うーん、超いい感じだ。それはずっと超いい感じだ。それとも直近が超いい。直近超いい感じだ。ちなみに深掘りはしないけどプライベートは結構ウェイト大きい、その超いい感じのパーセンテージ割合で。あ、でも本当に5-5です。マジで、めっちゃいいじゃん。めっちゃいい。もうこのままずっと行
ちなみに土井さんは今2年目ということで1年半前ぐらい入社されたっていうことなんですけど、採用チームの皆さんが採用されたと思うんですけど、何が良かったかとかって聞いてもいいですか？めちゃくちゃ軽くて接しやすくていい雰囲気の人だけじゃなくって、そこに対して自分ってこういうこと今までやってきて、うん、こういう行動をしたからこういうことをうまくいった失敗したみたいなことをしっかり論理的に建設的にアウトプットできるみたいな子たちが内定オファー出してますし、内定承諾してくれている子たちなので、うん、土井さんも明るい可愛らしい雰囲気ありつつも、うん、その感性とプラス論理みたいなところのバランスが取れている子だったかなっていう印象、うん、どうですか言われてみて。ちょっとニヤニヤしたりセレビックスさんとしてこれから23卒とかの採用が始まっていくと思うんですけど、どういう人に来てほしいなとかありますか？3つあって、1つ目は、はい、まずファーストインプレッションが出てます、うん、第一印象がいい人っていうこと。はい、やっぱり私たちコミュニケーションビジネスなので、うん、私たちにこう先行の過程で与えてくださるこう印象が、入社いただいた後クライアントにこう与える印象だと思っているので、うん、印象は一番大事にしてます、うん、あとは感情と論理のバランスもすごい見てます、うん、さっきのりちゃんそれがなんか優れてたって話だったんですけど、うん、そこはやっぱり見てますね。最後がセレブリックスプライドっていう大事にしたい価値観が8つあるんですけど、うん、そこに共感してくれた方にぜひ入っていただきたいなと思ってます。じゃあなんか具体的にそのセレブリックスさんに行きたいと思ってめちゃくちゃ対策するっていうよりは、そのままで行って合うか合わないかを判断してもらった方がお互いにとっていいっていうことですかね？あ、おっしゃったわけです。おー、いや、全然ですよ。そんなめっちゃではないです。ダメです、恥ずかしいので教えません。あ、確かに。あ、分かりました。お願いします。お疲れ様でした。失礼します。お疲れ様です。何してたんですか？めっちゃ盛り上がってましたね。そうです、誘拐、はい、まあ、幽霊みたいな感じですけど、メンバーの皆さんが集まって、はい、今の振り返りの、うん、まあ、共有事項。へえ、誘拐って毎日あるんですか？あ、そうです。へえ、いいっすね。僕、土井さんの一日密着してて今が一番盛り上がってますね。あんなテンション高くなるんだと思ってびっくりしました。そうです、めっちゃ盛り上がっちゃって。いえいえ、じゃあ一日の今日の仕事はこんな感じなんですね、はい、どうですか、なんか仕事終わった後今とかって結構疲れてますか？今日金曜日じゃないですか。結構疲れてます。あとはなんかやっと肩の荷が下りたって感じ。おー、じゃあお疲れ様です。来月も頑張ってください。お疲れ様です。はい、ということでセレブリックスさんのインターンは、前回の動画でも紹介したように実際の営業ロープであったりとか社員さんに会える機会があるので、興味のある方は下の概要欄から応募してみてください。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。